こんにちは。うす。今回は乃木坂46。34作目のシングルのセンターとフォーメーションの話をしていくよ。なんだかご規制のことばっかり考えてました。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、ご規制のセンターがもう1枚欲しい。2、34作目センター。3、ご規制の台頭。4、フロントは固定化して欲しくない。5、34作目フォーメーション。最初は1、ご規制のセンターがもう1枚欲しい。ね。お一人様天国のセンターはご規制の井上凪でした。センター候補としては、3期生は山下美月、久保しおり、与田祐希。個人的に梅沢みなみ。4期生は遠藤桜、柿春香。そして5期生は井上凪。5期生にもう一人センター候補が欲しい。中西アルノはマイナススタートになってしまったものの、その歌唱力、雰囲気、バラエティ的な感とかで人気が高速で上がってきているけど、まだ選抜に入れるのも慎重になっている気がする。次も5期生かもって考えてるの？その線で考えてたんだけど、井上凪が飛び抜けてただけで先輩が強いんだよね。そりゃ先輩は強いよね。そんな簡単に先輩の牙城を崩せてしまうのも困るけどね。じゃあ次のセンターは5期生じゃない？井上凪が一強の状態になっていることに、のんびりしているわけにもいかないけど、慌てる時間でもない。3期生も大園桃子と与田祐希が先に走って梅沢みなみ、山下美月、久保しおりが追いついてきたもんね。5期生はまだ始まったばっかりだよね。できれば推している一ノ瀬美久や菅原さつきが出てきてほしいなと思っている。と語ってきたけど、センターになることが乃木坂の活動の全てじゃないわな。そりゃメンバーの活動はメンバーのものだよ。でも今はシングルやグループ全体の話をしているんだから、そこは置いとこうよ。次は2、34作目センター。ね。5期生の話はこれぐらいにして今回のセンター予想ね。考えたのは、遠藤桜、柿春香、与田祐希。なんでその3人なの？山下美月と久保しおりは一つ前のセンターだったから省いたらこの3人になった。で、柿春香が病み上がりだし、順番的に柿春香なら遠藤桜かな。んじゃ、センター候補は遠藤桜と与田祐希ね。そしてシングルの楽曲の流れとしてさ、人は夢を二度見るで乃木坂の新しい船出を、お一人様天国でアップテンポで若さいっぱいの夏曲なわけよ。その流れから行くと次の曲はしっとりとした冬曲だね。お一人様天国のカウンターでちょっぴり大人の曲が来るのかな。そういったわけで次のシングル曲のセンター予想は遠藤桜です。あ、サクッと発表した。サクちゃんだけに。だって話の組み立てとして引っ張れなかったのよ。冬曲は遠藤桜しかないってこと？どちらかっていうと与田祐希に夏ってイメージがあって、落ち着きがないイメージがある。消去崩壊。確かに与田祐希は薄着が似合ってて、遠藤桜は厚手のコートでもしっかり着こなすイメージはあるね。シングル曲ではただただ歌い上げるだけの曲ってなかったから、ダンスも入ると思うけど、しっとりとしたダンスになると予想します。次は3、5期生の台頭。ね。今度はフォーメーションでの5期生についてです。さっきと似た感じの話になるんだけどさ、井上凪以外の5期生へはいろいろとチャンスを与えているというか決めきれずにシャッフルしているというか、人は夢を二度見るでは菅原さつきと川崎桜が2列目で、お一人様天国は一ノ瀬美久と沖真央が2列目だったね。2列目を連続するメンバーがいなかったからこそ、センター予想からも5期生を省かざるを得なかったんだよね。こうなるとフロントに出るのが誰になっていくのかって感じになる。さっきも話した通り順番にチャンスが回ってきている状態だから、井上凪以外のフロントに5期生が入ってくるのはちょっと先かもしれないね。チャンスが巡るとして、アンダーメンバーも上がってくるのかな？富里直人小川綾で悩んで小川綾を上げてみました。中西あるのはさっき話した通りマイナスから駆け上がってきたけど、選抜に入るとしても次の次かな？次は4。フロントは固定化してほしくない、ね。人は夢を二度見るでのフロントは山下美月、久保しおり、遠藤桜、柿春香。お一人天国はその4人で井上凪を囲うフォーメーションでした。今の乃木坂のベストフロントだね。一期生全盛の時にもなかった安定感。あの頃は白石麻衣、西野七瀬、橋本七海がフロントにいたけど、それでも3人だったから、他のメンバーがフロントに入ってきてたよね。今は5人が固定っぽくなると入る隙間がなくなっちゃうのかな。坂道村の外にアピールするにはある程度の固定は必要だけど、村民としては変わり映えしないように見えちゃう。他のフロント候補は？5期生はさっき言った通り、まだまだこれから。
他は与田祐希、梅沢みなみ。ちょっと現実味あるかなって感じなのが岩本蓮加、田村真由、神奈川さやかな。神奈川さやは休養に入りました。今回のシングルは不参加だと思われます。神奈川さや、お大事に。ゆっくり休んでね。梅沢みなみは裏センター固定じゃないの？タッパ的に裏センターに置かないと、上手下手のバランスが取れないんじゃないかって感じするけど、身長の話だけするなら、そこまで身長差ないよ。他のメンバーと20センチぐらいの差があるイメージあるけど、差が5センチ以内のメンバーも少なくないのよね。さあ、5、34作目フォーメーション、です。3列目、左から。伊沖真央、弓木奈緒、向井葉月、伊藤リリア、坂口珠美、小川彩、筒井彩芽、川崎桜。乃木坂46の3列目は夢を語るところなんだっけ？うん、推しの坂口珠美を入れて、伊藤リリアを残し、向井葉月を初選抜で入れてみた。坂口珠美は推しなのね。伊藤リリアは乃木中のカラオケが印象に残りました。伊藤リリアの曲との向かい合い方が好きです。向井葉月はアンダラでかっこよかった。そして綺麗になったよ。バラエティ班のイメージがあるけど、向井葉月も乃木坂46にいる美しさがあるよ。初選抜はもう一人。小川彩なのね。最年少はちょっと早めにチャンスを渡すと、化ける伸び率が違うかなと。次は2列目ね。左から、久保しおり、岩本蓮加、一ノ瀬美空、梅沢みなみ、菅原さつき、柴田優奈、田村真由。2列目に下5期生は一ノ瀬美空と菅原さつきね。うん、一ノ瀬美空は朝番組でレギュラー持っているし、菅原さつきは次期キャプテン候補だし離れしてほしいよね。そうね。それと推しだしね。ごちゃごちゃ言ってたけど、それが理由なのね。裏センターから梅沢みなみを外すみたいなこと言ってたけど、このままなのね。久保しおりがフロントから下がったのね。梅沢みなみのタッパが170センチで、さっと調べると166センチなのが伊沖真央とか木春か。二人とも2列目じゃなかったから裏センターに持ってきた。久保しおりが2列目なのはフロントの固定を避けたかった。フロントに上がったメンバーは結局ベタになったけどね。そして、フロントです。外側の新芽から、与田祐希、山下美月。内側の新芽、柿春か、井上凪。先ほど語りましたが、乃木坂46の34作目のセンターの、うちのチャンネルの予想は、遠藤桜です。冬が似合う落ち着いたパフォーマンスの中で、あの憂いのある顔で魅了していただきましょう。前作と変わったのは与田祐希が入ったことね。さっき話した通り、フロントは存在で顔を覚えてもらうためにメンバーの固定化が必要な部分があるのもわかるけど、ガッチガチに固めてほしくない。坂道村の住民としては変わり映えしなくなっちゃうし、天井が硬すぎるとメンバーのモチベにも関わってくるだろうしね。なので、今回はとりあえず一人を入れ替えてみた。それが与田祐希ってのはベタすぎて柔軟性は感じられないけどね。5期生は2列目固定もいないから違う気がしたし、岩本蓮加や田村真由も考えたんだけど、今回は与田祐希で。さて、ここまで語ってきました。本当は3列目にサーヤを入れたいんだけど、毎回やるとしつこいかなと思ってやめてます。動きが見えないしね。サプライズで発表されたら大騒ぎで喜ぼう。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価をしていってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。